ひ皆さん応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。よいしょ、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。だるまインコさん、タコ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 、ありがとうございます。タコありがとうございます。こんにちは、こんにちは、カンさん、キラキラありがとうございます。こんにちは、チャポンさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは、来てくださってありがとうございます。今日はですね、ここに書きました。あ、後ろのがちょっと見えちゃう。そう、書きました。そう、そう書きました。5時から5時45分までがこの配信です。そう、ちゃんと昨日より大きく書きましたよ。大きく書こうとしたらちょっとバランスがちょっとおかしいんですけど、まあ分かりやすいですよね、見やすいですよね、多分昨日よりは多分で、2回目は6時15分からで、3回目は8時からですね。ので、よろしくお願いします。昨日と同じですね、よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。ですね、仕事をしながら仕事を頑張ってください、ありがとうございます。落合りょうさん、ハートありがとうございます。ゆぶきっくさん、ピカピカありがとうございます。幕の内弁当さん、ハートありがとうございます。こんにちは、来てくれてありがとうございます。あ、そうですね、さっきですね、学校から帰ってきたんで、そう、学校はいつもこれですね。こんにちは、こんにちは。初見です。初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひよければ、星じゃなくてハートがあると思うので、そこを押してフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こんにちは、落合りょうさん、タコタコタコありがとうございます。ありがとうございます。チューポンさん、レインボースターありがとうございます。パーマンさん、ハートありがとうございます。ゴンタちゃんさん、タコありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。三つ編みね、自分ではできないんで、ちょっとやってもらわないといけないんですね。ファーマンさん、タコありがとうございます。中さん、タコありがとうございますね。三つ編みを自分でできるようになりたいですね。ルーさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございますね。髪の毛をね、自分でね、いろんな髪型できるようになりたいですね。なんかね、髪の毛、2つ結びと1つ結びくらいしかできなくて、なんか編み込みみたいなのとか、あといろいろあるじゃないですか。そう、なのでちょっともっとうまくできたらいいですね。なんか編み込み1回やったことあるんですよ。こうやってやりながらやってたんですけど、難しくて編み込み、ちょっと諦めちゃいましたね。なんで次はできるように頑張りたいです。サンバさん、タコありがとうございます。シミロコさん、タコありがとうございます。ツーサイドアップ、私も10期受けて書類落ちだったので憧れの存在ですって、来てくれてありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます、来てくださって。ラスカルさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。今日は何の話？あ、何でもありませんよね。そうですよね。もうちょっと一回使った話はちょっともう使えないんで、そう使った話は使えないんで、ちょっと別のね話をねしていかなきゃいけないんですよね。そう、別の話ですよ、別の話。ゆいさん、キラキラありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。あ、今日、いや、テープの話はもう終わったの、昨日もやったから。今日はテープの話終わりなんで、そうだから今日は何の話をしようかな。こんにちは、こんにちは。インスタントラーメン違いますね。ちょっとその話もちょっとしちゃったんで、いや、麺類はもうダメですね。もう麺類もやっちゃったし、テープの話もしちゃったんでね。初見です、来てくれてありがとうございます。ぜひ今オーディションに参加してるので、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。振りですか？振りじゃないですよ振りじゃないよ、振りじゃない、振りじゃない。
あ、そう、今日まあなんかそのぼーっと、まあ、授業を聞いてたんですよ。で、終わるじゃないですか、授業で。なんか10分休みがあるんだけど、その間に、まあ、前のなんかキラ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 みたいな感じの女の子たちが話してて、そうで、なんかなんていうの、赤田弁について話してたんですよ。そう、赤田弁について話してて、でバイって使う方いたんですよ。うん、そういたの、バイって使う方。あのお母さん以外にいてちょっとびっくりしましたね。 いたよ、ちゃんと使う方、バイ。うん、あんまり見ないけど初めて見ました。同じ世代の子でバイ、なんとかバイとか、そう使う方を見まして、そういたと思ってちょっとびっくりしました。あんま使ってる人を見ないから。そう、マルキューバイ、なんとかバイみたいな、あ、なんて言うんだろうね、え、それ、まるまるバイみたいな、まるまるやないととか、まるまるやけんみたいな、ね、なんとかやけんとか、なんとかとみたいな、あ、バイ、バイバイじゃないよ、バイバイじゃないよ、なんとかバイってあるじゃん、なんとかバイの、そのバイの意味、なんとかじゃないって意味だよね、多分。こんにちは、こんにちは、バイバイ、バイバイ。使わんばい、あー、そんな感じ、そんなそんなそんなね、え、そんな言葉使わんよみたいな、使わんばい、使わんばい、わかんないけど、いや使ってる方がいて、びっくりしました。こんにちは、こんにちは、頑張れ、頑張ります、来てくれてありがとうございます。バイでしょね、なんかね、使うっちゃんね、あー、そう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 、なんとかちゃんねとか使ってる、そう、その子は使ってる、え、めっちゃね、その子は方言って感じなの、もうなんか、じゃあなんか方言使いますよちゃんみたいな、方言使いますよちゃんみたいな、シャーシーとか使わんと、使わないね、シャーシーとか。え、でもなんか結構なんていうの、大人の方あのはなんか使うかも、シャーシーとか、もうシャーシーってみたいな、なんか使ってる気がする。おばあちゃんとか、うん、私のおばあちゃんは使ってたかわかんないんだけど、そう、お誕生日はですね、1月3日です。書いてないんですけど、1月3日です。こんにちは、こんにちは、くにやんさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。またね、またね、来てくれてありがとうございます。お疲れ様です、お疲れ様です、こんにちは、こんにちは、バリ忙しいと、そんな感じかな、そうそう、多分そんな感じ。怒ったらシカラシカとか言わない、言わないね。え、シカラシカってなんか通りもんって知ってます？なんか福岡のお土産とかでよく買われるやつだと思うんですけど、なんかね、シカラシカみたいな、言ってる、その CM では。その CM めっちゃ、なんていうの、博多弁めっちゃ使うんだけど、初めて聞く博多弁とかは多分そこで大体知りましたね、セカラシカとか。こんにちは、こんにちは、1月3日、覚えやすいですよね、覚えやすいですよね、三が日ですよ、三が日、みんなが一番忙しい時ですね。おせち食べたり、なんかね、なんていうの、おばあちゃんちとか実家に帰るとかして、なんか代々次の日にお誕生日おめでとうって言われます。はい、なんか、あ、昨日お誕生日だったよね、ごめんね遅れちゃってって感じで来ますね。めっちゃでも忘れてなくて嬉しいですね。そう、あ、忘れられてなかったんだなってなって、まあ、ちょっと嬉しいですけど、やっぱね、当日にね送ってくれた方が嬉しいですよね。やっぱみんな忙しいんですよね、1月のね、ワン、ツー、スリーは。タコはタコとも呼ばれて幸せになれるんやでって。そうなんですか、タコ、タコね、いいよね、タコ、タコ、タコ美味しいよね。ちょっとね、幸せとか言ってるのに美味しいって言ったらあれなんだけど、もう美味しいですよね、タコ。でもタコも好きなんですけど、イカも好きなんですね。でイカリングっていう、なんかイカを揚げたものがあるんですけど、あれがイカの中では一番好きかな。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。いちさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。お嬢様だから博多弁使わないんだねって。あ、お嬢様だからってこと？お嬢様でも使うんじゃない
お嬢様なんて見たことないからわかんないけど、使うでしょ多分。だって大阪弁のさ、お嬢様がとか言ったら絶対大阪弁使ってるよきっと。あ、真面目なコメントばかりするとそわそわするって。あ、真面目なコメントいつもしてないんですか。はじめまして、はじめまして。怒りのりん、そっちじゃないよ。こんにちは、こんにちは、来てくださってありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。ぜひ今は NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ皆さん応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ごきげんよう。あ、ごきげんようで笑い方はおほほほほですよ。うん、そう、おほほほほだから、ちゃんとね気をつけないとですよね。そうで、ちゃんと執事が送ってくれるんですよ、いつも。お嬢様学校なんで、やっぱお嬢様って言ってるところきっと。で、あのなんかレッドカーペットも敷いてもらって、あのどこ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 歩いていくんですよきっと、お嬢様は。そんな人見たことないからわかんないけどね、きっといるよ。うん、モスのオニオンリングも美味しいよねって。モスバーガー、モスバーガーはねあんま行ったことないんですよ。オニオンリングがあるのは知ってるんですよ。そうそう、歌は3か2ですね、どっちかです。掃除当番やってきましたよ。なんかね、昨日も今日も6時間目が最後なんだけど、その6時間目がなんていうの、なんかなんていうの、自由時間じゃないけど、あんま授業の時間じゃないのね。なんかなんていうの、先生との面談とか、あと風紀検査とか、そういう時間だから、その間にお掃除ができるんですね。なんで今日は遅れなかったですね。普通にちゃんと掃除してたら放課後に時間ない、時間ない。ちゃんと帰ってこれない。バラの花びらを巻きな、あー、バラの花びらをね、執事がね巻いてくれるんですよ。そうそうそう、おほほほほって、ごきげんようみたいな、そう、なんとか様だわみたいなね、なんかありますよねきっと。こんにちは、こんにちは。現実ではあんま見たことはないんですけどね、アニメとかドラマとかはそういうイメージがある。アスカさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。よかったらぜひ、今はですね NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。誕生日は1月3日です。覚えやすいので覚えてください。で、そう、好きな食べ物はオムライスです。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんか、そうで、なんか学校お弁当なんですね。まあ高校生になったんでお弁当なんだけど、お弁当でオムライスの人がいて、めっちゃ羨ましかったですね。全然ね、その自分のねお弁当も嬉しいですよ。ただなんかオムライス入ってて、めっちゃ美味しそうだなってちょっと思っちゃいましたね。美味しそうだった。マルキューちゃんが異世界転移したら悪役令嬢、なんかよくあるよね。異世界転生したら悪役令嬢だったみたいな。そのままだね、あるよね、よくある気がする。よかったらぜひフォローしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。で、この配信は5時45分までですね。1回目は5時45分までなので、ぜひよろしくお願いします。はい。頑張って劇場で会えることを祈ってます。ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。頑張ります。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。学校もだんだん慣れてきたんですけど、慣れてきたんですけど、やっぱなんていうの、学食とかがあるんですよ。購買っていうの、なんていうの、学食とさ、もう一個あるじゃないですか、なんだっけ、なんていうの、学食ともう一個あるじゃないですか、パンだけ買うみたいな、なんていうの、ああいうの、なんていうのかわかんないんですけど、ああいうところがあるんですね。で、まだ行ったことないんですよ。で、なんか美味しいって言ってたから一回は行ってみたいんですけど、やっぱ学食とかって大体人気じゃないですか。で、なんか結局お昼食べられませんでしたみたいな、あ、購買で合ってますか、ありがとうございます、教えてくれて。で、なんか
で美味しいって聞くから行ってみたいんですけど、人が多くてなかなか食べれなくて終わっちゃうみたいなことがあるらしいんで、まだ行けないんですよね。だからいつかは行ってみたいです。2時間目終わった、早弁いたの今日早弁してる人が、ちょっと一回やってみないみたいな感じで、あの2時間目終わった後に早弁してましたね。めっちゃなんていうの、お肉の匂いがして本当にお腹空きましたね。そう、一回録音して2分の1の速度で聞かないとついていけない。そんなに、若春さんタコありがとうございます、ありがとうございます。購買人気パンダ争奪戦が繰り広げられる。確かに唐揚げが売ってるんですよ。でなんかよくみんな唐揚げを食べてるんですね、あの中休みに、なんか中休みにみたいなで、なんか食べてて、ね、いいなと思って、なんかいつかは行きたいですね。こんにちは、こんにちは、来てくださってありがとうございます。焼きそばパン買ってこいや。よく聞くの、焼きそばパン、焼きそばパン売ってるのかな、なんか売ってるかわかんないんですけど、ちょっとね、そんなこと言われたらちょっと無理かも。焼きそばパン売り切れてましたって言われたらね、何してんだよって言われちゃうんだよ。マンハッタンとチーズドッグ、なんて書いてるの、チーズなんとかの奪い合い、チーズなんとかが気になる、とても。こんにちは、こんにちは。自動じゃないや、自販機もあるでしょって、あードリンク以外のって、あそうなの、そうなのって、知らないよ、知らない。自販機、ドリンク以外の自販機とかなくない？あれ、パンが売ってる自販機みたいなやつ、あのなんか最近ありますよね。あ、なんか明太子だけ売ってる自販機があるんですよ。全部明太子なんですよ。何の違いがあるかわからないんですけど、明太子だけしか売ってない自販機があったりとかあるんですね。びっくりして、明太子しかないってなりました。せつらさん、だこありがとうございます、ありがとうございます。丸々九さん、こんにちは、こんにちは。丸々九さんだった、こんにちは、こんにちは。お友達と話すとき丸九だよって手振ってそうそんな偏見あります？本当にそう思います？で違うから、なんか、なんだろう、なんかね、お友達と話しててもあんまお友達の名前を言ったりしないの、なんか言ったりしないのね。そうそう、なんかその子がエイコちゃんって名前だったら、ねえねえエイコちゃんとか言わないの、もう無言でそこに行って話し始めるから、うん、そう、とことことこって言って、今日さ、まるまるだよねみたいな、チーズデンマーク、あね、全然わかんなかった、教えてくれてありがとうございます。こんにちは。ラーメンの販売機、ラーメンもあるの？なんかパンは見たことあります、パンって思いました。入学式の朝に食パン加えて、遅刻遅刻やらなかったの？やるわけないじゃん、入学式で、入学式でパンも加えて、あの角と角でそれ、あの合うんですよね多分、遅刻遅刻とてみたいな、あの少女漫画によくあるやつ、本当にあるのかはわからないんですけど。マンションのそばにラーメンの販売機ある、そうなの、めっちゃいいじゃん。ちょっとお値段にもよりますけど、餃子とか見たことあるかも。チーズホットク、チーズホットクってなんだっけ、餃子の自販機も、あね、あるよね、あるよね。女子カースト上位グループには入れそうですか？ちょっと入れなさそうですね、カースト、うん、ワーストはないな、カーストでしょ。でもあね、なんてカーストでしょ、ね、難しくないですか、なんなんていうの、なんかあのカースト上位にいた方に聞きたいんですけど、どうやってカースト上位になるんですか、いうのって。全部1000円ですって、ラーメンはでも1000円、800何円から1000何円だったら普通なのかな、味にもよりますね、味にも。朝食べて学校行くの、行くわけないじゃん、そんな食べながら行かないよ。あっちゃんさん、ピカピカありがとうございます、ピカピカありがとうございます。こんにちは、こんにちは。で今日なんかその高校生は何が流行ってるのかなと思って調べたんですよ、友達と、何が流行ってんだろうなみたいな、
で、あの流行りを見てたら、そう、あのね、なんだったっけ、なんか高校生の中で流行ってるアプリみたいなのがあるらしいんですね。そう、なんか流行ってるらしいんですけど、分からなくて名前も忘れちゃって、そう、それがね、何なのかをちょっと今度聞いてみたいですね、こう、あのクラスの人に。皆さん来ていただいてありがとうございます。ぜひよかったらオーディションに、今 NMB48 オーディションに参加してるので、ぜひよかったら応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。挨拶はごきげんようで、カースト上ごきげんよう、ごきげんようなのは、あのカースト上への挨拶はアキネーターグアンクアンさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。アキネーターはすごいよね、すごいよね、本当になんかね、これ当たんのかなっていうのも当たっちゃうからすごいよね。こんにちは、こんにちは。調べた意味ないやんって書いてんのかな。あ、思い出しましたよ、あのね、何だったっけ思い出したのに、あ、Be Real っていうアプリなんですけど、何のアプリかわからないんですけど、なんていうの、あのね、流行ってたんですよなんか流行りの言葉みたいなのに書いてあったの。そう、 Be Real って書いてあって、それが何なのかわからないんですけど、アプリだよって友達に教えてもらって、それしか教えてもらえなかったから、それが何なのか、なのかわかんないんですよ、何なのかはわかんないんです。こんにちは、ベンジャミンさん、タッコありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。そうなんで、あの流行りのものについて知ってれば結構みんなと仲良くなれるのではないかという作戦を今考えてるんですね、あのお友達を増やすために。そう、でもいつかは自然とね、友達が増えていくはずなんで、私きっとあの体育祭ってあるじゃないですか、やっぱ体育祭って、まあ、体育祭でやっぱみんなの仲が深まっていく時期だと思うんですよ、きっと。だからその体育祭でちょっと友達をね、ゲットしたいと思います、私はお疲れ様、来てくれてありがとうございます。祈るたんたんさん、タコありがとうございます。今一番流行ってる加工アプリは何？わかんないです。インスタとかじゃないですか。インスタでみんな写真を撮ってるような気がします。コミュニケーション、能力、容姿、運動神経の良さ、学校の成績、所属する部活動で決まるらしいって。いや、私のイメージは、なんかダンス部に入ってる人で、学校の成績は、まあ、ちょっと僕わかんないんだけど、頭良くても悪くても、いるからわからないんですけど、多分なんかダンス部にいて、運動神経はちょっといいぐらい、容姿はなんか可愛くて、コミュニケーション能力はめっちゃ高い人のイメージがあります。そうよね、わかんないけどわかんないけど、多分なんかそんなのかな。コミュニケーション、シロさん、小判ありがとうございます。シーナさん、小判ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ごじって教えりますね、いや全然ありがとうございます、ちゃんと教えていただいて。こんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。あ、金じゃね、金小判じゃないの、お金って10円とか1円とかじゃないの。ばかりあ、欲しりますねってさ、いや、そのタピルみたいな感じでさ、欲しるっていう意味だと思ってたら、あ、これもちゃんと誤字っていうか、あれだったのね、お伏せ字になってたのね。ありがとうございます、教えてくれて。Be Real はリアルな日常の1コマを写真1枚だけ友達とシェアできる SNS だそうです。へー、それが流行ってるらしいんですよ。そうなんですか、ありがとうございます、教えてくれて。あ、だからリアルってついてるんですね。じゃあいいですね、そんな友達と、なんていうの、友達とね、1コマなんかシェアできてめっちゃいいよねこんにちは、こんにちは、今日はちゃんと掃除しましたよ、ほうきでパサパサって乾きましたから、ちゃんとやりました。こんにちは、こんにちは、ちゃんとやりましたよ、放棄した。中学校の時は
雑巾ばっかだったんで、ほうきできてめっちゃ嬉しいですね。廊下を今はわいてるんですけど、やっぱ廊下っていいです、いいですね。はわきやすくて、とっても。もうなんか、なんていうの、廊下もはわきやすいんですよ。やっぱ、教室って机があるじゃないですか。でも、ね、廊下は何もないんですよ。だから、すごくはわきやすくて、めちゃくちゃ楽で嬉しいですね。廊下の掃除に慣れて。こんにちは、こんにちは。我が道を行く、なんて書いてるんだろう、行くのようじゃないもんね。ねえ、こんにちは、こんにちは。ちょっと男子、なんとかなんとかないで、ちゃんと掃除しなよ。なんとかなんとかが、わかんない。わかんない。わかんないよ。今の卒業アルバムも二次元コードかな？二次元コードがダメなんだ。二次元コード読み込んで、しかも動画、自分の好きな写真にカスタマイズできる。そうなの？卒業アルバムにそんなのあったっけ？ちょっと見てない。ちゃんと見たはずなんだけどね。ほうきがけとかカースト上位グループじゃないですかって。あー、やっぱりちょっとカースト上位だったかもしれない。うん、ちょっとごめんなさい、嘘ついちゃって。うん、やっぱ、ちょっと、か、ね、ちょっと、に、ね、滲み出てましたね、カースト上位さが。髪の毛ツヤツヤ綺麗だねってありがとうございます。ハワークって方言らしいですよね。そう、最初に聞いた時はびっくりしました。なんて言うんですだっけ、ハワークじゃなくて、ハワークはでもずっと使ってるね。カラウはなんかあんま言わなくなっちゃったけど、ハワークは言うね。あの服じゃないよね、なんて言うの、あのなんて言うんだっけ、ほうきでハクだ、え、ハク、ほうきでハク、ハク、合ってた合ってた、ハク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 だよね多分。ライトさん、レインボースターありがとうございます。龍騎士ポンポンマールさん、ハートありがとうございます。 NG ワードじゃない、 NG ワード多すぎ。合格してショールームになれると星になった言葉も分かるようになりますよって。そうなんですか、ありがとうございます。そうですね、ちょっと星を見抜く力もちょっとつけないといけないですよね。なれるようにな、なれたら吐く吐く、吐くで合ってるよ、吐くか。はるちゃん顔だけならカースト最上位って本当にありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ポテチーさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。ハワクを、ハワク、ハワク、体重を測ってがダメだから、あ、だからいけないんだ、へえ。すごいね、点々つけないといけないね、難しいですね。いやでもまあ、あのありがとうございます、教えてくれて。あの星マークになったらもう頑張ってこうね、ね、あのね、考えなきゃいけないじゃん。そう、こんにちは、こんにちは。実機候補生1年生が強いね、高校1年生か、高校1年生、こんにちは、こんにちは。意外な言葉が NG になってるんだよね、ショールーム。確かにそうですね、これが NG なんだってちょっとさっきびっくりしました。星星星さん、あー全部 NG ワードですね。タコありがとうございます、ありがとうございます。星になる言葉なんて知らなくていいんです。はじめまして、はじめまして。例えば、なんなんの方が、が、普通に書くと、星になっちゃいます。そうなんですか？いや、でもなんか、まあ確かに、なんか、ね、全然、ね、なんか、ね、あるよね。悪意持って言う、みたいなのもあるかもしれないからね。そう。全然その気がなくても。マー君さん、キラキラありがとうございます。お疲れ様です。ハワークは博多弁だけど北九州山口の一部でも使えます。こんにちは、こんにちは。天球ちゃんは考えよくてさせてくれるから助かる、お、ありがとうございます。とね、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、はじめまして、こんにちは、来てくれてありがとうございます。よかったらうちの名前覚えてくれると嬉しいですって、頑張って覚えます。めっちゃ今喋り方変だったよね。うちの名前って言ってた。今来たばっかりのかっこないが星になる。あば。なるほどね、そういうことね。遊びに来たよ、来てくれてありがとうございます。
小鉄さん、ダコありがとうございます。野原しんのすけのすけさん、ピカピカありがとうございます。こんにちはこんにちは。地頭はいいんだよな、漢字知らんけどって。漢字でしょ、漢字は前までは頑張ってたんですよ。漢字検定みたいなのずっとやったから。でも途中で習い事をやめちゃって、そっから漢字検定やってなくて、多分途中で止まりましたね、漢字検定。ショールームは星のおかげで優しい世界をあなたに提供しますって。確かにね、コメントをね書く方はね、めっちゃね頑張ってね、しないといけないけど、星に来たよって。星に来た、あ、星に来た。前田真央さん、ハートありがとうございます。星ね、ちょっとめっちゃ伏せ字にされてるやん。関係、そう関係だね。空色さん、ピカピカありがとうございます。わからないがダメで、わかんないはセーフ。わからないは なんでだろう。わかんないら、ならがダメなんだ。なんでだろう、わかんない、わかんない。じゃあわかんないってこれから言います。わからないって言いませんね。で、わかんないって視線と私が使ってたら、きっとわかんないってなんかわからないって言葉がきっと多分出てこなくなると思うから、じゃあわかんない、わかんない。でもわからないってあんま使わなくないですか。わからない、わからないけど今使っちゃった、わかんないけど。ツッコミに来たよって、ツッコミに来たよこんにちはこんにちは、来てくれてありがとうございます。自己紹介をしたいと思います。自己紹介いきます。NMB48 10期生オーディションに参加してます。高校1年生15歳、福岡県出身の、エントリーナンバー109番の丸九です。よろしくお願いします。ぜひ丸九で覚えてください。よろしくお願いします。はじめまして、こんにちはこんにちは。ほしんちゃんね、ほしんちゃんね、ちょっとわかんない、わかんない。記憶にございません、記憶にございませんっていうなんか映画ありましたよね。ちょっと見たことはないんですけど、 CM で見ました。こんにちはこんにちは。こんにちは、お疲れ様ですって来てくれてありがとうございます。こんにちは。舞台用語の下手も、漢字だと下手になるなるほどね、確かに読み方が違ったら変わっちゃいますね。下手とか上手とかありますよね。いやーね上手は上手になるんだ、下手は下手になっちゃう。すごいね、すごいね、漢字って。声が可愛い、ありがとうございます。ユーソリザルさん、ありがとうございます。あと、わからんちゃんね、あ、なるほどね、そういうことねわからんちゃんねって書いてたのね、わかんなかったな。ちょっと日焼けした、ちょっと日焼け、今日は私のところは曇ってるので、日焼け、紫外線はあるかもしれないけど、そんな日焼けしてないと思います。ライトじゃないですかね、わかんない。マルキューちゃん、こんばんは。こんばんは。来てくれてありがとうございます。こんばんは。たくさん皆さん来ていただいてありがとうございます。ぜひ、この配信は45分までなので、あと11分ぐらいですが、最後まで見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。舞台用語の上手は上手とも読めよって、そうですよね。ってことは、上手から出てくる人は上手みたいな、そういう意味もあるのかな。下手から来た人は、下手みたいなどうなんだろう。こんばんはこんばんは、こんにちはこんにちは悪い総理大臣が記憶なくしな、なくなっていい総理大臣に変わっていく映画、めっちゃいいじゃないですかそれ、良くないですかそんな映画だったんだ。へえ、逆だと思ってました。逆、なんかめっちゃいい性格の総理大臣の方がどんどんなんか悪くなっていく方だと思ってたの、逆だと思ってました。真逆だった、考えてたのと。イントネーションがどこの方言イントネーションどこの方言、博多弁じゃない、やっぱ博多弁じゃなくはあんま使わなくてもやっぱイントネーションはそうだと思う。英語でローマ字読みで知ることもある。大変だね。
新名でも上手下手一応ポジション上なのよねって、下手って書いてるのかな、この星マークはなんて書いてるんだろう。達おじさんピカピカありがとうございます。ありがとうございます。マルキューって恋愛禁止条例公演の曲にもあるよね。そうですよね、ありますよね。こんにちはこんにちは、来てくれてありがとうございます。どこかな、からかい上手な高木さん、からかい神手な高木さん神手になっちゃった、からかい上手、あ、上手じゃなかった、からかい上手な高木さんだったんだね。からかい上、あ、そうだね、なんだね、なんか自社がするみたいな聞きました。こんにちはこんにちは、来てくれてありがとうございます。初見です、初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら今NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よかったらぜひね、こちら白いマークのハートのところを押してフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。特技ピアノって書いてるけど、何でも弾けるんって、何でも多分なんかね、きっと弾けます。はい、きっと何でもは分かんないですね、弾いたことない曲は分からないんですけど、そう、練習すれば弾けますね、ピアノ。うん初見です初見です。もう大喜利祭り確かに多分大阪に行ってその話し方してたらなまってるって言われる。あー、本当ですか、本当に。なんかでも多分これよりももっと上がいるんですよ、もっと上の方がいるんです。そう、クラスにいるんです、めっちゃなまってる子が。そう、もう多分ね、もうその子の話は、いや私が聞いてもなまってるって思っちゃうから、結構なまってますね。これでも多分なまってるって思うかもしれないけど、高木さんはテレビドラマで放送中、あ、そうなんですね。僕の心のやばいやつっていう漫画もありますよね。うん、こんにちはこんにちは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。こんばんは。ぜひよかったらオーディションに参加してるので応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。桜美音さん、何だったっけ、何だったっけ、ポップコーンありがとうございます、ありがとうございます。初めまして初めまして。ピアノも AKB の曲じゃないと弾けないルールなの、確かそうだったと思います。でも私は AKB の曲は、でも多分1個だけ弾いたことあるんですけど、結構前に弾いたんで何の曲だったか忘れちゃったんですけど、でも大体ピアノで弾くのはベートーベンとか、そっち系なんで、そう、そっち系だから、そう、試験です試験です。幻想曲波長調作品 15D760 弾いてくださいって、そのね、そういう波長調みたいな、うん、幻想曲何番みたいな、そういうのは聞かなきゃ分かんないです、やっぱ。そう、こんにちはこんにちは。生田絵梨花さんのソロ曲はピアノだよって、そうですよね、ピアノ弾きながら歌ってたりしてすごいなって思いました。そう、見て、お家にピアノあるの、ありますよ、ピアノ、電子ピアノなんですけどありますね。前はま、前のピアノもあったんだけど、それはお亡くなりになられちゃったんで、新しいのが電子ピアノになりましたね。ショパンなんか弾いたことあるのしか分かんないんですよ。この間も話したんですけど、猫踏んじゃったの、次の歌、猫踏んじゃったの逆襲みたいな、そっちは弾いたことあります。月光はめっちゃ好きな曲なんですけど、弾いたことはないんですよ。だからいつか弾いてみたいなって思ってたんですけど、そう、弾きたいなって思ってたら、そう、ピアノやめちゃってて、そう、習い事ピアノずっとしてたんですけど、めちゃめちゃ可愛いですね、応援させていただきますって、ありがとうございます。幻想曲波長調作品 15D760 はプロでも難しいって、じゃあちょっと私プロじゃないんでちょっと難しいかも。ミ
クリンがカラオケは48グループと坂道グループ可能と言っていたようなって、そうですね、そうですね。ピアノ、ピアノ、ラカンパネラはどうかなって、ラカンパネラ弾いたことはないんで、そう、そう、弾いた曲もね、あんま覚えてないんですよ。なんかね、弾いた曲、いろいろありますね、あるんですけど、弾いた曲も覚えてないんですね。最後に、なんか最後に、なんかちゃんとコンクールに出たのは、小学校4、5年生ぐらいなんですよ。で、そこで、ピアノをやめてしまったので、そう、そっからね、あんまピアノ弾かなくなってるんですよ。で、好きな曲ができたら、その好きな曲を弾けるようになりたいって思うんですけど、でもね、ピアノ、そう、コードが壊れてて今弾けないんですね。だからちょっとコードを変え直さないと弾けません。あ、恋犬のワルツは弾けます。弾いたことあるんですけど、ちょっとどんな曲か忘れちゃいました。そう、メトロノーム、メトロノームだって、懐かしい。メトロノーム、ね、持ってないんですけど、電子メトロノームを持ってますね。メトロノームってなんかこうやって動くやつなんですよ。一定でこう動いてくれて、カチ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 言ってくれるんで、その音がね、速くなったりとか遅くなったりしないんで、めっちゃありがたいんですけど、そう、メトロノームは これは持ってないんですよ。電子メトロノームは持ってて、めっちゃ使ってました。ダダシちゃんさん、虹ありがとうございます、ありがとうございます。モーツァルト小学生でベートーベンとかじゃない。別枠でカラオケあるかなって、カラオケはね、多分あると思います。昨日はね、歌わなかったんで。パチパチありがとうございます。ピアノは5歳かな、5歳の時ですね。保育園に通いながら行ってたんで、多分5歳です。メトロノーム見ながら寝ちゃいますか。寝ませんよ、寝ない、寝ない、メトロノーム見ながら。かわいい、多分このこういうメトロノームだったらちょっと寝ちゃうかも。ずっと目をかけて寝ちゃうかも。耳に挟める電子メトロノーム、イヤホン的な感じのメトロノームがあるんですか。カラオケ頑張ります。お嬢様でもなんか、なんていうの、ピアノってなんかこう、みたいな人が弾けるじゃないですか。なんか全然さ、ピアノ弾いてなさそうな感じの方が弾けるイメージがあるんですよ。もう学校でめっちゃなんかふざけるキャラの方がいて、小学校の時で、そういう人ほどピアノを習ってましたとか、ピアノ弾けるみたいな人多くて、そう、意外でしたね。そう、なんかこの子ピアノ弾けそうっていう子は逆にピアノを弾けないんだよ。そう、Now、あ、43分ということで、壇上見をしていきたいと思います。やばい、45分になっちゃう。それじゃあいきます。13位、しみろっこさん、ありがとうございます。12位、いちさん、ありがとうございます。11位、のはらしのすけのすけさん、ありがとうございます。10位、しなさん、ありがとうございます。9位、ゆいさん、ありがとうございます。8位、ほしほしほしさん、ありがとうございます。7位、ライトさん、ありがとうございます。6位、だるまインコさん、ありがとうございます。5位、ブキックさん、ありがとうございます。4位、ベンジャミンさん、ありがとうございます。そして、第3位は、誰かな。そう、頑張る君を応援します。さん、ありがとうございます。パチ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 。そして、第2位は、誰かな。そう、チューポンさんです。ありがとうございます。パチ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 。そして、第1位は、誰かな。そう、ただしちゃんさんです。ありがとうございます。パチ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 。はい、ということで、皆さんたくさん投げていただいてありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 。ありがとうございます。はーい。実は弾ける人、かっこいいよね。そうですよね。やっぱ実は弾けるんだとか、なんかこう、頼りになりますよね。合唱コンクールとか、そういう時に。こんにちは、こんにちは。ピアノね、コードを買い直せたら弾きたいですね。
パチ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 。次はですね、6時15分なんで30分後に配信あるので、ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。ということで、それではカウントして終わりたいと思います。3127、盛り上げありがとうございます。それじゃあいきます。せーの、5、4、3、2、1、またね。バイバーイ。来てくれてありがとうございました。バイバーイ。